食べた今4メモリ4メモリって 4cc ってこと、はい、何 cc あったの全部で16なのか 5g だよね、はい、それ覚えてね 5g 16cc を お家で手から食べたのはチモシーだけってこと、あ、まあ、野菜とペレットはやっても食べないです、フィッてしますあと野草も少しあ、うん、野草はね、野菜に入れなくていいですからね、はい、野草はチムシに入れてもいいです、うん、おー、だからそうクローバー、いいですね、うん、野草は繊維が多いじゃないですか、多分 30% 超えてると思う、野菜よりは、うん、野菜量絶対ありますよね、で、とにかく高繊維なものが必要なんだよね、この子たちには、そう、もし野草手に入って食べれるならやってもいいですよね。ごめんね。ごめん。痛いよね。さっき何分やれたんですか、高専勝者。2分。で、主要にやって主要に。それであとお腹全体に当てましょう、はい、はい、もうちょっと、まず5分ぐらい経っちゃうからさ、残りは終わったらちょっと溶かしね、はい、じゃあお預かりします、株元で、じゃあ1時ぐらいいいです、はい、申し訳ないですけど、で、残りの給仕はちょっとお願いしますね、今日のね、夕方か夜かにね、と夜5分の薬とね、あとはやりますんでね、はい、じゃあお預かりします、持ったら軽く溶かして給仕しちゃってください、こいつ痛いよ、注射。Thank you.